角。スミレ、こんなところでどうしたんだ？リムルさん、ちょっと昔を思い出してました。元の世界じゃ散々だったし、こっちの世界もヤバそうと思ったけど、今のこんな平和な暮らし夢みたい。本当ありがとう、リムルさん。リムルさん、私もう少しこの国にいてもいいですか？もちろん、好きなだけいたらいいよ。私は強くないかもしれないけど、本当は生き残るものなんて力使わない方が平和だもんね。私は父のように力を追い求めるんじゃなく、私なりの恩返しができればなって思います。あ、うっかりしてました。シュナさんの料理を手伝う約束をしてたんだった。私行かなくちゃ。またね、リムルさん。そういえばスミレはベルドラを意外だとまだ思ってるんだよな。本当は俺の胃袋の中で復活を今か今かと待ち望んでるんだけど、ま、アンゲルスの戦後処理も落ち着いたし、ラファエルさん、ベルドラを復活させてやろうかな。ゴク、無限牢獄の解析鑑定はすでに終了しています。何の問題もありません。よし、これで約束を果たせる。今解放してやるよ、ベルドラ。懐かしいな、この場所。ラファエル、無限牢獄を解除だ。我、暴風竜ベルドラテンペスト完全復活。逆らう者は皆殺しだ。よう、久しぶり。元気だった？礼を言うぞ、リムルよ。再びお前と相まみえる日がこうも早く訪れるとはな。ベルドラと俺は2年ぶりに再会が叶ったことを喜び、封印の洞窟を出てからの怒涛の日々の話をした。ベルドラ、俺の分身体で作った依代の具合はどう？うん、いい感じだ。気に入ったぞ。そうか、よかった。そうだ、一つ約束してくれないか？ほう、なんだ？お前のデカすぎるオーラを抑えてほしい。町には人間もいるし、弱い魔物もやってくる。なるほど、わかった。約束しようぞ。よし、ありがとな。リムルよ、お前は本当に王になったんだな。まあね。よし、オーラを抑えるだな。やってみせようではないか。どうだ、これは。これでもか。まだジャブジャブ漏れてるよ。そうじゃなくて、うちに溜める感じだよ。どうだ。むしろ出まくってる。ん？ノア、そういえば。どうだ。お、いいんじゃね？くっはっはっは。さすが漫画の知識よ。この世の全ての英知が収められておるようだな。そんなわけねえだろう。でもまあ、漫画の知識でためになるのも多い、適当なのも多いけどね。ベルドラだし、デタラメな知識でやった気がするんだけど、それで成功しているからやっぱすごいな。もうちょっと練習したら大丈夫そうだな。俺は先に町に戻るから、エルドラは完全にオーラを抑えられたら来てよ。おお、リム
ン様、ご無事でしたか。心配しましたぞ。封印の洞窟に突如暴風竜ヴェルドラ様の気配が復活したのを感じました。ああ、みんなすまん、心配かけてしまったみたいだな。3日もこもられていたので、今踏み込もうとしていたところです。もちろんお考えあってのこと。リムル様のご無事は確信しておりました。とにかくご無事で安心いたしました。突然あの暴風竜ヴェルドラ様の気配が復活したのですから。あの、もうすぐ来ると思うんだけど、みんなに紹介したい人がいるんだ。紹介したい人ですか？うん、ヴェルドラ君って言うんだけど。ヴェルドラ君って、まさか暴風竜ヴェルドラのことですか？もうすぐ来るって、ヴェルドラ様がここに来るっすか？我らの守り神であり、威風の対象でもあられるヴェルドラ様がテンペストに？この世に4体しか存在しない竜種の1体をヴェルドラ君と呼び、紹介してくださるとは、さすが我が君。西方聖教会が敵視しているヴェルドラって竜種だったのか。竜種は最強の生物って聞いてるけど。父が欲しがっていたヴェルドラの遺骸、まさか生きて実在していたなんて。あの広大なジュラの森を看護してきたヴェルドラ様、その英雄の封印をリムル様が解かれたのか。暴風竜ヴェルドラ様の肺がんの栄によくするとは、長く生きてみるものですな。しかし封印の洞窟にすら近寄れなかった我らの前にヴェルドラ様が現れるとなると。いいえ、リムル様がおっしゃるなら大丈夫です。とてつもない話で思考がついていけません。ミムル、遊びに来てくれって言ってたから来てやったわよ。なかなかいい感じの街じゃない。いっぱい集まって何かしてるの？あれ、ラミリスとベレッタ、どうしたんだよ。リムル様、そちらの妖精はお知り合いですか？ああ、ラミリスっていうのも妖精で俺の知り合いだ。そんななりしてるけど一応は魔王らしいよ。そんななりってどういう意味よ。魔王っすか？ちょっと、ここはもっと驚く場面でしょ。なんでみんなそんなにあっさりした反応なわけ？驚いています。すごいとも思います。でもあの、リムルさんも魔王になったし、別に知り合いに魔王がいても不思議じゃないかなって。私はヴェルドラの復活で頭が真っ白で。暴風竜ヴェルドラ、あんたたち騙されてるよ。ヴェルドラは私がワンパンで沈めてやったからね。口ほどにもないやつだったわよ。ラミリス様。何をベレット、まああいつの時代は終わったってわけ。恐怖するなら今日からは私のことを恐れ敬うがいいのさ。ラミリス様、そのくらいで。お、来たなヴェルドラ。うん、ちゃんとオーラ抑えられてるな。こちらヴェルドラ君です。ちょっと人見知りだけど仲良くしてあげてください。ちょっと待て、我は人見知りなどではないぞ。ただ単に我の元まで生きてたどり着ける者が少なかっただけなのだ。マジであの暴風竜ヴェルドラ、マジなわけ？何それ、おかしくない？おかしくない？だいたいあんた、そんな少ないエネルギーで暴風竜を名乗るなんて、私は騙されないわよ。何を言うか、我こそは暴風竜ヴェルドラ。お前たちのために漫画の英知を駆使して抑えてやっておるのだ。ふーん、しょっぽいオーラをそんな風にごまかすつもりね。そこまで言うなら見せてやろうぞ、我の真の力を。あ、おいヴェルドラ、ちょ待って。ラミリス様、これは、こ
これほどのオーラ、どう抑えていたのだ。動けない。なんという凄まじいオーラ。ベルドラ、分かったから、オーラ抑えて抑えて。うん、つい向きになってしまった。大人げなかったか。危ないから気をつけてくれよな。なんだ、ベルドラ様とリムル様は一体どのようなご関係なのでしょうか。知りたいか。はい、ぜひとも。いいだろう。リムルとは心の友、魂の片割れ、盟友である。わっと、ミリム様だけではなくベルドラ様までも。何でもありだ、あの人。リムル様はとにかくすごいのである。我は主の影の中で一部始終を見て驚きっぱなしであった。さすがはリムル様。この漫画っていうのなかなか面白いわね。あらゆる知識を得ることもできるが、物語としても先が気になるであろう。リムル様、この度は魔王への進化おめでとうございます。我もあなた様の進化のお裾分けをいただき感謝いたします。ベレッタにもちゃんとギフトが配られたということか。そのせいで俺に何らかの異変が生じたと気づいたんだな。まあ何にせよ元気そうで何よりだ。ところでさ、お前たち何しに来たの。ラミリス様、ラミリス様、書物はひとまず閉じてリムル様にあのことをお伝えしなくては。うるさいわね。私は今とても忙しいの。このヒロインが一体誰を選ぶのかを見届けるまでは。おいラミリス、そのヒロインが誰とくっつくかバラされたくなかったらさっさと来た目的を言え。はい、私新しく迷宮を作ったからその正体に来たわけ。新しい迷宮ね。とにかく来たれ、前人未到の迷宮へ。悪い、俺今すっごく忙しいから無理。ちょっとでいいからね、来てよ。せっかくベレッタといろいろ考えて仕掛けたのに。仕掛けた、つまり二人で何か企んでるってことだよな。えっ、違うわよ、人聞きの悪い。あたしたち渾身の迷宮をぜひぜひ楽しんでほしいだけなの。ふーん。ねえねえリムル、ねえリムル。リムルよ、我が言ってやろうぞ。ラミリスの力はいまいちよくわからんが、面白そうではないか。それはダメ、師匠といえども暴風竜が来たらせっかくの迷宮が破壊されちゃう。確か以前ちょっとうっかり町を一つ灰にしちゃってなとか言ってたよな。は？町を灰に？あ、ダメダメダメ、絶対に来ないで。ちょっとうっかり町が灰？リムル、我は封印中にさらなる進化を遂げたのだ。今はそんなものではすまんぞ。どうしようベレッタ。ベルドラ様は何をしに迷宮に来られるのでしょうか。リムル様に代わり迷宮の踏破を目指されるのでしょうか。迷宮を踏破してもな。そうだな、いいことを思いついた。あまたの漫画を紐解いて得た異世界のゲームやらダンジョンの知識を伝授してやろうぞ。漫画伝授。我の知識を生かせばリムルをうならせるような迷宮が完成するであろう。師匠がそう言うなら、わかった、破壊はなしで強化をお願いするわ。師匠？漫画の恩恵ですっかりベルトラに懐いてるな。ラミリスを丸め込んだベルトラは
迷宮を見てくるとテンペストを離れた。ベルドラ、お前は俺の胃袋の中で無限牢獄の解析に勤しんでいたんじゃなかったのか。やっほー、お待たせ。リムルよ、迷宮が完成したぞ。我自身も挑んでみたくなるような最強の迷宮が。おう、おかえりベルドラ。随分と自信満々だな。ふふん、まあとにかく挑んでみよう。知りたいか、聞きたいか。でも教えられぬな。もったいぶる割に話したそうだな。そんなに知りたいなら少しだけ教えてやろうぞ。各階層に強力な魔物が待ち受けておる。下に進むほどさらに手強くなる。さらに一定層進むごとに挑戦者を試す獰猛なボスを配置しておいた。最下層には何が待ち受けるか自分の目で確かめてみるがよい。我渾身の布陣にしてやるからな。一筋縄とはいかぬだろう。さすがの我が盟友でも今回ばかりは苦戦してしまうかもしれんな。ほほう、ベルドラがそこまで言う迷宮か。今回は断れそうにないな。ナミリスとベルドラのコラボ迷宮、見たい気はする。わかった、行くよ。ナミリスとベルドラがノリノリで作り上げた迷宮が普通であるはずがない。楽しみでもあり不安でもあり。テンペストの近くに入り口があるって言っていたな。準備を整えて行ってみるか。かっ、エリアが解放されました。各能力の上昇率を開示します。しました。キル、そう、こうです。悪い、任せるぞ。ザコが手加減は必要ないと。我が輩にお任せあれ。ボルテックスクラッシュ。ほらほらと、ソル、どうです、頼みましたよ。ここからだと。こうです、こうです。フンチ、加減しそう。どうだ、退屈。フン、どうだ、そら、耐えて。フン、我の見せ場だな。うわ、そら、ほらほら、危ないや、少し遊んでやろう。これを受けるがいい。アクセルテンベルト、ちょっとやりすぎたか。どうだ我が盟友よ。コク、接敵を確認しました。そうだ、加減、我の見せ場だな。そうだ、ほらほら、押し通す。少し遊んでやろう。これを受けるがいい。アクセルテンベルト、ちょっ
とやりすぎたか。どうだ我が盟友よ。コク、接敵を確認しました。少し遊んでやろう。これを受けるがいい。アクセルテンベルト。ちょっとやりすぎたか。押し通す。こうです。ほらほら、ふん、そら、そら、耐えてみる、そら、どうだ、ふん、まだと、耐えてみる、ふん、くぅ、感動する、危ない、危ない、そら、どう、我を怒らす、そら、我の見せ場だな、どうだ、退屈、そら、そら、なんだと、そうです、ぬるい、ふん、少し遊んでやろう。これを受けるがいい。アクセルテンベルト。ちょっとやりすぎたか。ふん。危ない、ソーラ。戦術的撤退だ。切る。ふん。ほら、そうです、そうだ、おやおや、そうだ、楽しませよ。この調子でガンガン行くぞ。ミムル様に捧げましょう。ん？なんだこれ。資源の足しにするか。標的を発見しました。食らいつくせ。ベルゼビュート。どうだ。どうだ。おしまいにしましょう。脆弱ですね。ほらほら。落ちろ。さあ踊りましょう。まだ立てますか。そりゃ。おりゃ。ふん、楽しませよ。さあ踊りましょう。まだ立てますか。食らいつくせ。ベルゼビュート。無駄。そらそら、楽しませてください。能力の上昇率を開示します。コク、接敵を確認しました。食らいつくせ。ベルゼビュート。ぬるいわ。どうだ。ほらほら、切る。ほらほら、接敵を確認しました。食らいつくせ。ベルゼビュート。無駄だよ。楽しませてください。脆弱ですね。落ちろ。食らえ。上がってきた。手加減は必要。ほらほら、そらそらそら、楽しませ。そりゃ、
この調子でガンガン行くぞ。国、強敵を発見しました。ヒル、この調子だ。エルイはこうです、こうです。食らいつくせ、ベルゼビュート。フン、ほらほら、あの始末よ。無駄。フン、乗ってきた。そりゃ、おりゃ、そりゃ、よっ、そりゃ、おりゃ。この調子でガンガン行くぞ。お、なんだこれ。資源の足しにするか。国、接敵を確認しました。ヒル、ハッハッ。こうです、こうです。そりゃ、そりゃ、おりゃ、そりゃ、楽しませてください。そりゃ、おりゃ、さあ、くん、そりゃ、おりゃ、食らいつくせ、ベルゼビュート。無駄だよ。ふむふむ、結構調子いいな。強敵を発見しました。ヒル、ほらほら、脆弱ですね。楽しませよ。いいぞ。食らいつくせ、ベルゼビュート。無駄だよ。落ちろ。さあ踊りましょう。まだ立てますか。そら、そら、そら、おりゃ、そりゃ、おしまいにしました。おやおや、そら、おりゃ、そら、ふん、ふん、食らいつくせ、ベルゼビュート。無駄。落ちろ。脆弱ですね。能力の上昇率を開示します。それか。国、接敵を確認しました。ヒル、脆弱ですね。そら、楽しませ。ぬるいわ。悪い。楽しませてください。幕引きとしましょう。さあ遠慮なさらずに。ペンターン、冴えてますね。頼みました。ここからだと。どうだ、退屈させるなよ。そら、耐えてみる。どうだ。どうだ、我が盟友よ。国、接敵を確認しました。押し通す。どうだ、我が盟友よ。国、接敵を確認しました。押し通す。戦術的撤退だ。どうです、ソロ。どうです、頼みました。ほらほら、そら、食らいつくせ、ベルゼビュート。こ
無駄だ。よっ、くん、強敵を発見しました。ヒル、ぬるいわ。ソーラ、油断した。食らい尽くせ。ベルゼビュート、無駄。フッ、落ちろ。食らえ。リムル様に捧げましょう。コック、強敵を発見しました。落ちろ。ほらほら、そうだ、おしまいにしましょう。落ちろ。脆弱ですね。食らい尽くせ。ベルゼビュート、無駄。無理や、よっ、そりゃ、そうだ、あのします。無理や、こうです。そうだ、悪い、任せるぞ。ここからだぞ。我を、ぬるい、どうだ、退屈。押し通す。必要ない。押し通す。少し遊んでやろう。これを受けるがいい。アクセンテンベルト。ちょっとやりすぎたか。そうだ、退屈。ふん、どうだ。ふん、どうだ、我が盟友よ。コック、能力の上昇率を開示します。戦術的撤退だ。接敵を確認しました。食らい尽くせ。無駄だ。ほらほらだ。そうだ。当たってきた。ふん。よっ。わあ。よっ。ふん。じゃあ。落ちろ。さあ、踊りましょう。まだ立てますか。落ちろ。それか。この調子でガンガン行くぞ。強敵を発見しました。ヒル、あの、ソーラ、油断したな。よっ、ふん、よっ、食らい尽くせ。ベルゼビュート、無駄だよ。おりゃ、落ちろ。くらえ。この調子でガンガン行くぞ。コック、接敵を確認しました。食らい尽くせ。無駄だよ。こうです。
さあ踊りましょう。楽しませ、ソーラ。まだ立てますか。ほらほら、そうだ。なんだこれ。資源の足しにするか。た。コク、接敵を確認しました。切る。ほらほら、ほら、楽しませよ。楽しませてください。こうです。どうぞ。どうだ、落ちろ。さあ踊りましょう。まだ立てますか。落ちろ。脆弱ですね。食らい尽くせ。無駄だよ。落ちろ。上がってきた。ソロ、落ちろ。ソロ、さあ踊りましょう。ソロ、まだ立てますか。こうです。おしまいにしましょう。よっ、くそー。食らい尽くせ。ベルゼビュート。無駄。それ。この調子でガンガン行くぞ。ミムル様に捧げましょう。コク、強敵を発見しました。落ちろ。コウ、楽しませてください。これでどうだ。脆弱ですね。食らい尽くせ。ベルゼビュート。無駄だよ。ほら、さあ、ここ手加減は必要ない。そりゃ、さすがに効いただよ。そりゃ、おりゃ、そりゃ、こうです。ほら、楽しませよ。食らい尽くせ。ベルゼビュート。無駄だよ。うん、コツをつかめばって感じか。余裕さね。感想をぜひ聞かせてほしいわ。我も意見が聞きたい。実際迷宮はどうだ。そうだな、言っちゃ悪いけど今のところ楽勝かな。言ってくれるではないか、リムルよ。これから地獄を見ることになるとも知らず。そうよ、こんなのほんの序の口なんだから。いつまでその余裕でいられるかしら。わかったわかった、迷宮の続きを見させてもらうよ。能力の上昇率を開示します。コク、強敵を発見しました。これでどうだ。いいぞ。食らい尽くせ。無駄だよ。そうだ、あの人なんだと。落ちろ。危ない危ない。おりゃ。
ふむふむ、結構調子いいな。コク、接敵を確認しました。これでどうだ。ほらほら、食らい尽くせ。ベルゼビュート、あの島どうだ。あれを怒らせるなよ。無駄だ、危ないやつ。ほら落ちろ。食らえ。どうだ。ミムル様に捧げましょう。コク、接敵を確認しました。食らい尽くせ。ベルゼビュート、手加減は必要ないと。楽しませてください。そうだそうだ、ほらしました。これでどうだ。ほらほらほら、食らい尽くせ。ベルゼビュート、どうですどうだ。無駄だ、行くぞ。ヒル上がってきた。ストロークやふんよふん、対応しますよ。我が負けると思ったか。コク、強敵を発見しました。これでどうだ。キル、コク緩いわ。そうだ、食らい尽くせ。無駄、行くぞ。ソル、コウ、ソラ、ほら、あの島セブ、どうだ。キル、どうだ。おりゃ、ダン、食らい尽くせ。ベルゼビュート、無駄。そら、こうです。楽しませてください。そら、落ちろ。楽しませよ。ふむふむ、結構調子いいな。能力の上昇率を開示します。コク、接敵を確認しました。キル、どうだ。そうだ、そうだ、そうだ、こうです。さあ踊りましょう。まだ勝てます。こうです。食らい尽くせ。無駄だよ。この調子でガンガン行くぞ。ミムル様に捧げましょう。コク、接敵を確認しました。キル、
ほら、ほら、ほら。無駄だよ。上がってきた。切る。脆弱ですね。よっよっ。ほらほら。落ちろ。くえ。そら。よっ。そりゃ。おりゃ。そりゃ。ふん。だ。ほらほら。楽しませよ。よっ。食らい尽くせ。無駄だよ。この調子でガンガン行くぞ。ミムル様に捧げましょう。コク、強敵を発見しました。これでどうだ。落ちろ。くらえ。いいぞ。そら、あぶな。食らい尽くせ。無駄だよ。ふん、おりゃ、ふん、そりゃ、ふん、ふん、そりゃ、よっ、そりゃ、ふん、そりゃ、おりゃ、そりゃ、よっ、そりゃ、この調子でガンガン行くぞ。お？なんだこれ。資源の足しにするか。確認しました。切る。どうしまいどうだ。食らい尽くせ。ベルゼビュート。無駄。楽しませよ。ふん、そら、いい感じだ。おりゃ、そりゃ、ふん、そりゃ、食らい尽くせ。ベルゼビュート。無駄よ。そりゃ、おりゃ、そりゃ、落ちろ。食らえ。ふむふむ、結構調子いいな。ですね。そうだ。上がってきた。ふん、そうだ。それ。よっ、そりゃ、だ。ほらほら、そうです。切る。そうだ。あの始末よ。食らい尽くせ。ベルゼビュート。どうだ。無駄。ふん、ほらほら、そりゃ、おりゃ、そりゃ、ふん、そりゃ、おりゃ、この調子でガンガン行くぞ。コク、能力の上昇率を開示します。しました。切る。
楽しませて。ソーラ食らいつくせ。ベルゼビュート無駄だよ。おりゃそりゃよっ悪い任せるぞ。はっはっ。次もこの調子で行くわよ。聞かせてもらう。戦術的撤退だ。国、接敵を確認しました。消えなさい。食らいつくせ。ベルゼビュート。ぬるい。手ぬるい。無駄だよ。終わりじゃないわ。楽しませよ。食らいなさい。邪魔よ。アストラルバインド。次もこの調子で行くわよ。我が負けると思ったか。国、接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。滑稽にさよなら。邪魔よ。楽しませ。ダメね。読めているわ。くらいなさい。くらいなさい。読めているわ。邪魔よ。くらいなさい。くらいなさい。読めているわ。邪魔よ。はっ、食らいなさい。ソーラ、遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。はっ、食らいなさい。邪魔よ。ふっ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 。遅いわ。読めているわ。はっ、邪魔よ。食らいなさい。ソーラ、楽しませよ。まずまずに。我が負けると思ったか。罠ではなさそうね。使えるかしら。しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。改善の余地あるね。国、強敵を発見しました。アストラルバインド。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。一気に肩をつける。さよなら。危ない危ない。改善の余地ありね。能力の上昇率を開示します。国、強敵を発見しました。読めているわ。邪魔よ。いい調子ね。食らいなさい。アストラルバインド。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。次もこの調子で行くわよ。
告、接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、滑稽にさよなら。ソーラ、楽しますよ。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る。万物よ月よ、ディスインテグレーション。邪魔よ。やっ、食らいなさい。まずまず、我が負けると思ったか。接敵を確認しました。読めているわ。邪魔よ、食らいなさい。仕掛ける。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、一気に型をつける。さよなら。危ない危ない。まずまずね。罠ではなさそうね。使えるかしら。やっ、告、接敵を確認しました。アストラルバインド。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る。万物よ月よ、ディスインテグレーション。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、ついてこられる。さよなら。まずまずね。よし、完璧だな。ゴッ、標的を発見しました。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る。万物よ月よ、ディスインテグレーション。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。いい調子ね。さよなら。改善の余地ありね。まだまだ大したことないかな。リムルよ、この迷宮の本番はここからだぞ。師匠の言う通りよ。せめて半分は制してから生意気な口を聞きなさい。おい、生意気なのはラミリスの方だろう。まあ、まだ途中なのは事実だし、先に進んでみるか。やれると信じていたぞ。告、能力の上昇率を開示します。告、接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。まずまずね。我が負けると思ったか。告、接敵を確認しました。アストラルバインド。ほら、ぬるいわ。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。はっやっはっやっ、暗い。遅いわ。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る。万物よ月よ、ディスインテグレーション。はっ、暗いなさい。邪魔よ。はっ、邪魔よ。はっ、
邪魔よ。仕掛ける。邪魔よ。次もこの調子でいくわね。よし、完璧だな。告、接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。滑稽ね、さよなら。どうだ、ソーラ。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る。万物よ月よ、ディスインテグレーション。ぬるいわ。邪魔よ。ふっ、たーいね。邪魔よ。ふっ、邪魔よ。ふっ、次もこの調子でいくわよ。よし、完璧だな。罠ではなさそうね。使えるかしら。強敵を発見しました。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る。万物よ月よ、ディスインテグレーション。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。まずまずね。告、強敵を発見しました。アストラルバインド。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。いい調子ね。さよなら。改善の余地ありね。よし、完璧だな。告、能力の上昇率を開示します。確認しました。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る。万物よ月よ、ディスインテグレーション。聞かせてもらう。食らい尽くせ。ベルゼビュート。無駄だ。ソーラ、落ちろ。楽しませよ、ソーラ。どうだ、耐えてみる、ソーラ。どうだ、耐えてみる、ソーラ。耐えてみる、ソーラ。どうだ、ソーラ、甘い。耐えてみる、ソーラ。どうだ、ぬるいわ、ソーラ。押し通す。どうだ、我が盟友よ。戦術的撤退だ。告、強敵を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。滑稽ね。さよなら。改善の余地ありね。告、接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。滑稽ね、さよなら。はっ、
だ。ふん、くらいなさ。どうしますよ。邪魔よ。邪魔よ。まずまず。我が負けると思ったか。罠ではなさそうね。使えるかしら。接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。まずまずに。よし、完璧だな。コク、強敵を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。滑稽ね。さよなら。改善の余地ありね。能力の上昇率を開示します。接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。滑稽ね。さよなら。まずまずね。よし、完璧だな。コク、強敵を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。邪魔よ。しますよ。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る。万物よ月よ、ディスインテグレーション。仕掛ける。ぬるいわ。アストラルバインド。まだまだ。邪魔よ。邪魔よ。邪魔よ。まずまず。我が負けると思ったか。接敵を確認しました。どうだ、そら。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。滑稽に。さよなら。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る。万物よ月よ、ディスインテグレーション。ダイナさん、いい調子ね。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る。万物よ月よ、ディスインテグレーション。邪魔よ。邪魔よ。はっ、くらいなさい。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。ついてこられる。さよなら。まずまずに。よし、完璧だな。罠ではなさそうね。使えるかしら。コク、接敵を確認しました。アストラルバインド。アストラルバインド。
ついてこられる。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。次もこの調子で行くわよ。標的を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。改善の余地ありね。能力の上昇率を開示します。国接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。滑稽ね。さよなら。邪魔よ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 。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る。万物よ月よ、ディスインテグレーション。次もこの調子でいくわよ。よし、完璧だな。国、接敵を確認しました。読めているわ。邪魔よ、食らいなさい。遅いわ。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。滑稽に。さよなら。まずまずね。我が負けると思ったか。強敵を発見しました。アストラルバインド。どうだ。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。一気に肩をつける。さよなら。まずまずね。よし、完璧だな。罠ではなさそうね。使えるかしら。国、接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。楽しませ。アストラルバインド。はっ、ついてこられる。邪魔よ。はっ、遅いわ。はっ、やっ、食らいなさい。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る。万物よ月よ、ディスインテグレーション。邪魔よ邪魔よ。次もこの調子で行くわよ。よし、完璧だな。国、強敵を発見しました。アストラルバインド。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。
さよなら。改善の余地ありね。我が負けると思ったか。ちょっときつくなってきたかも。思ってたより敵が強いな。そうそう、やっとこの迷宮の恐ろしさに気づいたみたいね。この緊迫感、暴れ回っていた過去を思い出すようだ。この先が楽しみになってきたではないか。ちょっと師匠、勢い余って迷宮を壊すのはなしだからね。やるじゃない。告、能力の上昇率を開示します。しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、滑稽ね。さよなら。邪魔よ。さあ、反応。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る万物よ、月よ、ディスインテグレーション。邪魔よ、邪魔よ、ついてこら。邪魔よ、邪魔よ、読めているわ。くらいなさい。読めているわ。邪魔よ、くらいなさい。邪魔よ、くらいなさい。邪魔よ、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 邪魔よ。次もこの調子で行くわよ。我が負けると思ったか。告、接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、滑稽ね。さよなら。まずまずね。告、強敵を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、滑稽に。さよなら。そうだ、裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る万物よ、月よ、ディスインテグレーション。どうだ。読めているわ。邪魔よ、くらいなさい。改善の余地ありね。よし、完璧だな。罠ではなさそうね。使えるかしら。やっ、はっ。告、接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、滑稽ね。さよなら。ほら、楽しませよ。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る万物よ、月よ、ディスインテグレーション。ふん、そうだ。はっ、くらいなさい。遅いわ。アストラルバインド。くらいなさ。邪魔よ、邪魔よ。まずまず。我が負けると思ったか。告、
標的を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、滑稽ね。さよなら。改善の余地ありね。能力の上昇率を開示します。コク、接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、滑稽ね。さよなら。やっはっ、まずまずね。よし、完璧だな。コク、強敵を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、滑稽ね。さよなら。改善の余地ありね。コク、接敵を確認しました。アストラルバインド。ほら、あれを怒らせるなよ。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。まずまずね。我が負けると思ったか。はっ、罠ではなさそうね。使えるかしら。接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。まずまずね。よし、完璧だな。コク、強敵を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。改善の余地ありね。よし、完璧だな。コク、能力の上昇率を開示します。強敵を発見しました。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る。万物よ月よ、ディスインテグレーション。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。まずまずね。よし、完璧だな。コク、接敵を確認しました。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る。万物よ月よ、ディスインテグレーション。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。手ぬるい。そら、あの始末。そら、邪魔よ、邪魔よ、邪魔よ、くらいなさい。食
食らいなさい。邪魔よ邪魔よ邪魔よ、倒します。食らいなさい、食らいなさい、邪魔よ、食らいなさい、邪魔よ、邪魔よ。まずまずに、よし完璧だな。コク、接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、さよなら。まずまずに、我が負けると思ったか。罠ではなさそうね。使えるかしら。コク、接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、さよなら。邪魔よ、楽しませよ。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る。万物よ月よ、ディスインテグレーション。ぬるいわ。邪魔よ、裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る。万物よ月よ、ディスインテグレーション。次もこの調子でいくわよ。コク、強敵を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、滑稽ね。さよなら。改善の余地ありね。コク、能力の上昇率を開示します。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、さよなら。まずまずに、よし完璧だな。コク、接敵を確認しました。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る。万物よ月よ、ディスインテグレーション。そうだ、ぬるいわ。はっ、食らいなさい。大邪魔、遅いわ。食らいなさい。邪魔よ、一気にか。邪魔よ、邪魔よ、邪魔よ。次もこの調子でいくわよ。よし完璧だな。コク、強敵を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、滑稽ね。さよなら。改善の余地ありね。罠ではなさそうね。使えるかしら。コク、
接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、さよなら。邪魔よ。邪魔よ、滑稽ね。邪魔よ、邪魔よ、くらいなさ。遅い。くらいなさ。邪魔よ、邪魔よ、くらいなさ。どうだ、裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る。万物よ月よ、ディスインテグレーション。次もこの調子で行くわよ。我が負けると思ったか。国、標的を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、さよなら。改善の余地ありね。ふう、なんとかここまで来れたな。こんなところまで来るなんてやるじゃない。でもその勢いもここまでなんだから。この先にはさらなる難関が待ち構えておる。リムルよ、この試練を超えてみよう。ここまで来たら諦められないな。最下層まで残りわずか。達成の瞬間が楽しみだ。やれると信じていたぞ。コク、能力の上昇率を開示します。コク、接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、滑稽に。さよなら。まずまずね。我が負けると思ったか。接敵を確認しました。アストラルバインド。どうだ邪魔よ、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 ついはっ、遅いわ。はっ、くらいなさい。やっ、くらいなさい。はっ、くらい、はっ、やっ、くらいなさい。はっ、はっ、遅いわ。はっ、くらいなさい。邪魔よ、はっ、邪魔よ、ふっ、邪魔よ。次もその調子で行くわよ。よし、完璧だな。強敵を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、さよなら。はっ、改善の余地ありね。罠ではなさそうね。使えるかしら。接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、さよなら。はっ、くらいな。終わりじゃない。はっ、邪魔よ。裁きを受けなさい。
神へ祈りを捧げ奉る。万物よ月よ、ディスインテグレーション。ほら、楽しませよ。邪魔よ、邪魔よ、邪魔よ、邪魔よ。まずまずね。よし、完璧だな。コク、標的を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。滑稽に、さよなら。はっ、やっ、くらいなさ。改善の余地ありね。コク、能力の上昇率を開示します。しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。はっ、まずまずね。コク、接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。まずまずね。我が負けると思ったか。コク、接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。滑稽に、さよなら。はっ、クライナス。邪魔よ、邪魔。ふっ、はっ、やだ。遅いわ。はっ、ふっ、邪魔よ、ふっ。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る。万物よ月よ、ディスインテグレーション。邪魔よ。危ない危ない。やっ、くらいなさ。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。ついてこられたよな。ふん、楽しませ。どうだ。ふん、はっ、はっ。邪魔よ、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 邪魔よ。次もこの調子で行くわよ。よし、完璧だな。罠ではなさそうね。使えるかしら。はっ。コク、標的を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。改善の余地ありね。コク、強敵を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。滑稽に、さよなら。改善の余地ありね。コク、
能力の上昇率を開示します。告、強敵を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、さよなら。邪魔よ、邪魔よ、邪魔よ、裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る万物よ月よ、ディスインテグレーション。まずまずね。よし、完璧だな。告、接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、さよなら。はっ、喰らいなさい。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る万物よ月よ、ディスインテグレーション。ふん、ふん、読めているわ。やっ、楽しませよ。やっ、喰らいなさい。はっ、ついてこられる。邪魔よ、ふっ、邪魔よ、はっ、邪魔よ。次もこの調子で行くわよ。接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、滑稽ね、さよなら。ふっ、くらいなさい。はっ、しかけ、裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る万物よ月よ、ディスインテグレーション。邪魔よ、邪魔よ、邪魔よ。次もこの調子で行くわよ。罠ではなさそうね。使えるかしら。しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、さよなら。邪魔よ、楽しませよ。邪魔よ、邪魔よ、喰らいなさい。邪魔よ、裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る万物よ月よ、ディスインテグレーション。まずまずね。我が負けると思ったか。告、強敵を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、さよなら。改善の余地ありね。告、能力の上昇率を開示します。接敵を確認しました。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る万物よ月よ、ディスインテグレーション。覚悟はいいか。うおー、カオスイドーだ。ふっ、
邪魔よ。邪魔よ、ついてこられる。邪魔よ。邪魔よ。食らいなさい。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。邪魔よ。邪魔よ。次もこの調子で行くわよ。我が負けると思ったか。コク、強敵を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。滑稽ね、さよなら。邪魔に。手ぬるい。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る。万物よ月よ、ディスインテグレーション。邪魔よ。食らいなさい。邪魔よ。邪魔よ。邪魔よ。まずまず、我が負けると思ったか。コク、接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。邪魔よ。邪魔よ。楽しませよ。邪魔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 よ。次もこの調子で行くわよ。我が負けると思ったか。罠ではなさそうね。使えるかしら。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。邪魔よ。邪魔よ。邪魔よ。楽しませよ。食らいなさい。邪魔よ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 。次もこの調子でいくわよ。コク、強敵を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。改善の余地ありね。コク、能力の上昇率を開示します。コク、強敵を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った複数の個体を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。滑稽に。さよなら。改善の余地ありね。これで迷宮踏破だ。まさか本当にクリアしてしまうとは。さすがは我が盟友よ。私に泣きつくぐらいコテンパンにしてやるはずだったのに。意外とやるわね。おめでとうございます、リムル様。恐れ入りました。さすがです、リムル様。こ
その程度、リムル様にかかれば造作もありません。やっぱりすごい、リムルさん。当然のこと。ねえリムル、この私が作った迷宮たっぷり堪能したんじゃない？もちろん楽しませてもらったよ。で、そんなすごいものを提供した私に何もお礼はないわけ？え、まあ予想よりも断然楽しかったよ。ありがとな。そうじゃなくて、なんか感謝の気持ちを込めたプレゼントはないのって言ってるの。まったく鈍いわね。お礼としてテンペストの美味しいものでもご馳走しなさいよ。こいつね、急にずうずうしくなりやがって。そうだしよ、新しい料理の腕前を見せてやれ。お任せください、リムル様。この裁く者の力、しかとご覧に入れましょう。やったー、とびっきり美味しいフェルコースをお願いするわ。おいリムルよ、確かあのシオン、料理の腕前が。まあ味は全然良くなったから、見た目だけ我慢できればラミリスも問題はないだろう。本当か？ではラミリス様とリムル様の2名分張り切ってまいります。いや俺は必要ないんだけど。遠慮なさらずに、迷宮の達成祝いです。そうね、本当は私のご褒美だけど、せっかくだし特別にあんたも食べていいわよ。リムル、見た目だけ我慢するのだ。リムル様、仕方ないっす。迷宮を踏破できたことを喜ぶっす。感謝の気持ちがこもったプレゼントを分けてもらえてよかったですね、リムル様。リニマル、コブタ、お前ら覚えとけよ。やっと試練を乗り越えたと思ったのに、まさか最後に最大の試練が待ち構えているとは。能力の上昇率を開示します。戻ったぞ。リムル様、これがリムルの町のお風呂ってわけね。おお、こだわって作った温泉だぜ。テンペストの町の観光の目玉の一つにしようと思ってるんだ。観光の目玉って、まったく抜け目ないわね。まあな、温泉って言ったら人が集まるスポットだし、入ったら良さがわかるだろ。確かにね、認めてあげるわ。使ってるとお肌がプルプルになるもの。養成所をたるこの私が入ったって宣伝してくれてもいいわよ。あ、そういうのはいらないんで。じゃあ、どうしてそんな対応なのよ。告、特定個体の能力の一時的上昇を確認しました。力が湧いてくるな。ラミリスとベレッタ、こんなところで何してるんだ？お、リムル、聞いて、ちょっと不思議なことがあってさ。川の中から
声が聞こえてきたのよ。は？川の仙人って知ってる？古くからジュラの森の川に住んでいる守り神なんだって。なんだそりゃ、そんなのいるなんて聞いたことないぞ。ベレッタにも聞こえたのか？はい、まあ。はっきり聞こえたじゃん。なんでも町の発展で森が騒がしくなったから、このままだと川が汚れて魚が死滅してしまうとかなんとか、すっごく怒ってる感じでさ。はあ、いやいや、確かに町を広げるために森を切り開いたりはしてるけど、森の生態系を乱すほどのことはしてないはずだけどな。っていうか、森が本当にそんな状態ならトレイニーさんから一言ありそうだし。他には何か言ってたか？このまま森は痩せ、生き物は死にたい。そんな極端な。私もそんなはずないって言ってやったのさ。そしたら、この森で獲れる魚を見せたら信用してもいいって聞こえてきて、多分魚を獲って見せることでまだ魚が獲れる環境だって証明しろってこと？なんか腑に落ちないな。私もなんか怪しいと思って出てこいって言ったら、魚を持ってこないと我が輩の姿は見れないのであるとかなんとか。我が輩？この話し方完全にガビルじゃねえか。何を考えているかわからんが、どうせ楽して魚を食べたいとかだろう。ま、このまま乗ってやるのも面白いかもな。知らない魚を探すってのも悪くない。うまい魚が手に入るかもしれないしな。まあとりあえず魚集めてみるか。リムル様、魚は我が取ってまいります。ああ、町の発展が影響してとか言ってたんだろう。それが本当なら俺の責任だからな。その仙人とやらにもぜひ会ってみたいし。よかった、私魚取ったことないし、ベレッタだけよりいっぱい集まりそうね。ああ、まあ任せとけって。それじゃあ何かしら魚を集めたらまた声をかけよう。コク、新たな目標。よし、集めるぞ。リムルの旦那、能力の上昇率を開示します。出発だな。コク、探索開始だ。戦術的撤退だ。コク、接敵を確認しました。食らいつくせ。ベルゼビュート、さすがに効いただろう。無駄だよ。ふむふむ、結構調子いいな。接敵を確認しました。食らいつくせ。ベルゼビュート、さすがに効いただろう。無駄それ。うん、コツをつかめばって感じか。お、なんだこれ。資源の足しにするか。それ。資源の足しにするか。た。お？なんだこれ。資源の足しにするか。それ。コク、強敵を発見しました。ベルゼビュート、この調子だ。無駄よ、消えなさい。そりゃ危ない危ない。そりゃ、ふむふむ、
結構調子いいな。当然のこと。ん？なんだこれ。資源の足しにするか。資源の足しにするか。それ。悪い。任せるぞ。コク、標的を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。滑稽に。さよなら。改善の余地ありね。ラミリス、ガビル、じゃなかった。仙人とやらに見せるための魚を持ってきたぞ。ありがとうございます。ありがとう、リムル。気にするな。魚を集めたのはいいが、仙人はどこにいるんだ？うん、探してみるから、後で川のあたりに来てくれる？わかった。ラミリス、どうだ？仙人は見つかったか？おい、リムル、ちょうど今。これだけじゃ判断できないから。もっと違う魚を持ってこいって言われたところ。ほう、川に向かって話しかければいいんだな。うん。ああ、もしもし、仙人様。はあ、リムル様。ラミリス様のみならず、なぜリムル様が。どうしよう、ガビル様。これは由々しき事態。逃げようよ。ああ、コーン、仙人様、どうやら魚が足りなかったようで。あ、ガビル様、もしかしてリムル様気づいてないんじゃない？なん？しかり、ラミリス様と同じくこのままやり過ごせるかもしれん。いやいや、そんなこと。ここはおとなしく名乗り出た方が。今名乗り出たら俺たちどうなるかわからないよ。だってリムル様に魚を取らせたんだもの。それもそうだな。よし、ここはやり過ごすしか。ああ、いやいや、そんなことはないのである。これで十分だ。うん、もう下がってよいぞ。おお、慌ててる慌ててる。ここはもう少し気づいてないふりをした方が面白そうだな。え、仙人様ともあろうお方が前言を覆すのですか？もしかして偽物なんじゃ。ギク！あ、いや、偽物なんかではないぞ。よかった。もし偽物だったらただじゃ置かないところでした。でしたらもっと珍しい魚を集めてきますよ。待っててくださいね。そうか。では、任せたぞ。でも他の魚か。この辺りのは大体取ったんだが。他ということでしたら、どなたか魚をよく知る者に聞いてみるとか。あ、そうだ。魚のことは猫に聞いてみるか。うん、ケットに何か情報はないか聞きに行ってくるよ。やあ、ケット、もしかして魚を取るの得意だったりする？にゃ、魚好きのケットとはあちしのことよ。まあ猫だしな。魚はいつもどこで取ってるんだ？この辺りの魚はすでに取ったんだが、レアな種類が必要でな。本当は秘密だけど仕方ないにゃ。いつも温泉に入れてくれるお礼に特別に教えてあげるにゃ。
西の大滝っていう場所。そこにしかいない魚がいるにゃ。簡単じゃないけど、ここに行けば珍しい魚が取れることがあるにゃ。試してみるといいにゃ。なるほど、あんまり気にしてなかったかもな。その場所に行ってみるよ。ありがとう。よし、魚が集まったらまたラミリスに声をかけるとしよう。よし、集めるぞ。おお、大量だな。能力の上昇率を開示します。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。我の見せ場だな。そりゃあがいてみせよ。終わりじゃないわ。ソーラ、どうだ、少し遊んでやろう。これを受けるがいい。アクセルテンベルト、ちょっとやりすぎたか。どうだ我が盟友よ、胸が高鳴るぞ。面白いものを見つけたぞ。コク、強敵を発見しました。我の見せ場だな。そら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 。止めろ。少し遊んでやろう。これを受けるがいい。アクセルテンベルト、ちょっとやりすぎたか。退屈オーラ、くぅ、感動した。やはり漫画は最高だ。ふん、ぬるい。どうだ、退屈させるな。押し通す。どうだ我が盟友よ。ソーラ、面白いものを見つけたぞ。面白いものを見つけたぞ。コク、接敵を確認しました。ソーラ、楽しませ、少し遊んでやろう。くっ、ちょっとやりすぎたか。ふん、どうだ我が盟友よ。コク、接敵を確認しました。我の見せ場だな。そら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 。終わりじゃない。どうだソーラ、どうだソーラ、耐えてみろ。ふん、どうだ、ふん、どうだソーラ。どうだ我が盟友よ。胸が高鳴るソーラ。面白いものを見つけ、面白いものを見つけたぞ。ソーラ、ふん、コク、強敵を発見しました。少し遊んでやろう。これを受けるがいい。アクセルテンベルト、あがいてみせよ。ちょっとやりすぎたか。ふん、どうだソーラ、押し通す。はー、ソーラ、退屈。どうだ退屈。そう、押し通す。はー、ふん、耐えてみろ。そ、ふん、そ、無意味。少し遊んでやろう。
くらはは、これを受けるがいい。アクセルテンベスト。まだ止まらんよ。ちょっとやりすぎたか。ふん、耐えてみる。ふん、耐えてみる。そーら、どうだ。くらはは、どうだ我が盟友よ。前とは違う種類の魚を取ってきたぞ。さすがね、リムル。じゃあ早速仙人を呼んでみて。おーい、仙人様。おお、珍しい魚をこんなに取ってきました。あー、こんなにたくさん。さあどうする、ガビル。もう申し訳ございません。何あんたたち。リムル様、我が輩です。仙人などではありません。ガビル様。リムル様、ラミリス様を騙した挙句ここまでのことをさせてしまい、我が輩万死に値します。いかような罰も受けます。でもこいつらは我が輩にただついてきただけ。どうかこいつらのことは見逃してやってもらえないでしょうか。ガビル様。ああ、面白かった。ええ、どういうこと。お前ら俺が気づいてないとでも思ったのか。それでは。ああ、最初から知ってたぞ。お前らが俺と知ってどうするか見たくてな。リムル、知ってたなんて。リムル様もお人が悪い。まあ本当ならお仕置きするところなんだが、今回は俺も楽しませてもらったしな。許してやるか。なんと、ありがとうございます。でも一体どうして魚が欲しいんだ。実はこのジュラの森にはかなり珍しい魚がいるという噂を聞きまして。へえ。それを見つけようと我らは手を尽くしたのですが、全く見つけることができなかったのです。それって一体どんな魚なんだ。我が輩もそんなに詳しくはないのですが、どうやら黄金色に輝く魚だそうで。黄金色か。俺が取ってきた中にはいないな。で、その黄金の魚はうまいのか。はい、それはもう絵も言われぬ味わいだとか。そうか、じゃあ何としても捕まえないとな。その魚について他に何か情報はないのか。申し訳ございませんが、我が輩たちも風の噂で聞いただけでして。ケットなら何か知ってるかもしれないな。もう一度ケットのところに行って黄金魚について知らないか聞きに行こう。すまんケット、また知恵を借りに来た。お前、黄金の魚って知ってるか。にゃ、知ってるにゃ。本当か。あちしでもまだ一度しか姿を見たことがない伝説の魚だにゃ。なんとかして捕まえたいんだけど、何か方法はないかな。わあ、そうだにゃ。伝説の餌なら伝説の魚を捕まえることができるかもしれないにゃ。伝説の餌？そうにゃ、それを使えば超レアな魚が寄ってくるにゃ。けど餌を作るのも一筋縄ではいかないにゃ。すっごいレアな素材が必要にゃんだから。ズバリ光り輝く卵と極上の果実にゃ。これがあればめったに姿を現さない幻の魚も取れるに違いにゃい。サンキューな、やってみるよ。ケットに教えてもらった素材を集めて伝説の餌を作ってみようか。よし、これで幻の魚が取れるかもしれない。
出費は痛いが見返りも大きいはずだ。よし、幻の黄金魚とやらを捕まえに行くか。コク、新たな目標。よし、集めるぞ。我が友。能力の上昇率を開示します。コク、探索開始だ。コク、強敵を発見しました。押し通す、押し通す。ソーラ、耐えてみろ。どうだ我が盟友よ、胸が高鳴るぞ。面白いものを見つけたぞ。コク、接敵を確認しました。少し遊んでやろう。これを受けるがいい。アクセルゼルベルト、ちょっとやりすぎたか。どうだ我が盟友よ。胸が高鳴るぞ。面白いものを見つけたぞ。ソーラ、コク、接敵を確認しました。少し遊んでやろう。これを受けるがいい。アクセルゼルベルト、あがいてみせよ。ちょっとやりすぎたか。どうだ我が盟友よ。胸が高鳴るぞ。面白いものを見つけたぞ。フン、ソーラ、コク、強敵を発見しました。遊んでやろう。これを受けるがいい。アクセルゼルベルト、まだまだ。ちょっとやりすぎたか。ソーラ、我の見せ場だな。ふん、どうだ。ふん、我の見せ場だな。そら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 。ふん、どうだ我が盟友よ。おお、これが幻の黄金魚か。よし、早速ガビルに知らせに行くか。幻の魚を取ってきたぞ。おお、素晴らしい。さすがリムル様。早速みんなで食べてみるか。よろしいのですか。ああ、うまいものは大勢で食べるもんだ。リムル様、ありがとうございます。苦労して手に入れた黄金魚の味は本当に美味しく、ガビルたちもラミリスもキッドもとても喜んで食べたのだった。しばらくしてこの町に黄金魚の像が立っていた。リグルドは川の仙人からの贈り物らしいと言っていたが、ガビルに聞いてみても何も知らないという。もしかしたら仙人は本当にいるのかもしれない。俺は黄金魚の像を見ながらふとそんなことを思うのだった。
告、目標を達成しました。よし、目標達成。おお、大量だな。リムル様、訓練が一区切りつきましたぞ。ああ、ご苦労様。リムル様、次こそはぜひ私も冒険に同行させていただきたく。状況次第だし確約はできないな。リムル様のお心のままに。うわ、分かった、善処するから。そのどことなく悲しそうな顔はやめてくれ。終了しています。たまにはこうやって外で食事ってのもいいもんだな。はい、開放感からかより一層料理が美味しく感じます。リムル様、この料理はいかがですか。ささ、こちらで召し上がってください。いえいえ、リムル様はこっちの料理の方がお好みでしょ。いや、ゆっくり食べるからお構いなく。ふん。どうした、紅丸、料理が口に合わないか。ああ、いえ、そうではありません。ただ、以前を懐かしく感じていたのです。我ら王がをこの町にお招きくださった時、今日と同じく皆が集まり外で食事をしました。ああ、懐かしいな。あの時みたいにまたみんなで集まってパーッとやりたいな。ん？待てよ、やりたいならやればいいじゃないか。と言いますと。宴会、いや、どうせなら祭りを開こう。祭りですか。ああ、出店なんかがいっぱい出ててさ、みんなで食べ歩きをするのが祭りだ。それは興味深いですね。だろう？よし、俺が祭りを計画してやる。任せろ。まずは出店や屋台の素材が大量に必要だな。西の森に行って菓子の木材を集めるとするか。よし、集めるぞ。能力の上昇率を開示します。告、探索開始だ。告、強敵を発見しました。我の見せ場だな。そら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 、あがいてみせよ。退屈させるなよ、押し通す。ふん、どうだ、そら、どうだ。どうだ、我が盟友よ、胸が高鳴るぞ。面白いものを見つけたぞ。ふん、面白いものを見つけたぞ。そら、ふん、胸が高鳴るぞ。コク、接敵を確認しました。ふん、あがいて楽しませよ。少し遊んでやろう。くあはは、これを受けるがいい。アクセルテンズ。そらそらそら、ちょっとやりすぎたか。押し通す。はーっと、気を抜くな。そーら、ふん、耐え、そーら、耐えてみる。ふん、どうだ、ふん、どうだ。くっはははは、どうだ、我が盟友よ。面白いもの、そーら、ふん、面白いものを見つけたぞ。
戻って漫画でも読むか。これだけあれば十分かな。よし、作り方を怪人たちに伝えに行こう。それっぽい屋台があれば祭りとしての体裁は整うだろう。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。リムルさん。リムルの旦那。リムル様。屋台？屋台を作ればいいのか？ああ、細かいことは指示するから、なんとかお願いできないかな。もちろん俺も手伝うぞ。まあ、リムルの旦那が指示をくれるなら、やってやれないことはないぜ。おお、感謝するよ。少し量が多いからミルドたちにも頼みたいんだが。それは心配しなくて大丈夫だな。うん。いや、喋れよ。思ったよりも大変な作業だったな。こりゃ祭りを楽しむ余裕なんかないぞ。リムルよ。ん、どうした？見よ、このお面、リムルそっくりではないか。屋台でたくさん売っておったので買ってやったぞ。おお、ほんとそっくりだな。誰が作ったんだ？この祭りとかいうものを漫画にて知っておるぞ。なかなか賑やかで面白いではないか。それは何より。あんまりはしゃいでみんなに迷惑かけるなよ。心配するな。この調子で全ての店を制覇するぞ。この町の住民、みんな笑顔ですね。こんなに幸せな時間を与えてくださるなんて、さすがはリムル様です。まあ、祭りは楽しいものって決まってるから。それよりお前たちもちゃんと楽しんでるか？もちろんですとも。美味しいものがいっぱいで、少し太りそうです。こんな時間がずっと続けばいいのに、そんなことを考えてしまいます。そうだな。そのために俺たちがしっかりしないと。そうですね。俺も気を引き締めれば。あ、いや、今日は固くならずに存分に楽しんでくれ。心配せずとも十分に楽しんでいますよ。そうか。よし、祭りの締めはキャンプファイヤーだ。行くぞお前たち。片付けも大体終わったな。それにしても祭りの準備がこんなに大変だったとは。リムル様、残りは我々にお任せください。ああ、頼むよ。それにしても悪いな、リグルド、散らかしちゃって。何をおっしゃいますか。こんなに楽しい行事に携われて私は過保者です。それでリムル様、次の祭りはいつですか。このリグルド、全力で準備いたしますぞ。ああこんなに疲れるんだ。当分の間祭りは遠慮したい。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。我が友リムル。リムル様、あんた。どうした、リグルド、そんな神妙な顔して。
リムル様、私はずっと気になっていることがあるのです。なんだよ急に。何か深刻な問題か？はい。聞こうじゃないか。次回の祭りはいつ頃開催予定でしょうか？は？祭り？私はそれが気になってろくに眠れない日々を過ごしています。こいつ心配して損した。にしてもどれだけ祭りが好きなんだよ。祭りは準備が大変だからな。リムル様。うん、そんな目で見るなよ。わかったわかった、そんなに言うなら開催しよう。なんと即刻開催してくださるとは、このリグルド感無量でございます。え、すぐ開催するってことになってる？リムル様が願いを聞き入れてくださるとは感激で、もうこのリグルド。うん、こんなに楽しみにされるとまた今度とか言えない。だがまた祭りを開催するなら、今度は遊べる屋台なんかも必要だな。遊べる屋台と申しますと、どういったものですか？金魚すくい、射的や肩抜きに、まあ子供が楽しめるような屋台だよ。金魚すくいとは何ですか？魚をすくう遊びがあってな。魚をすくうのですか？なぜ？おー、説明するより作った方が早いかな。よし、祭りの準備だ。はっ。まずは金魚の代わりになりそうな魚が必要だな。魚ですと、レアなジュラ金魚などいかがでしょうか？レアなジュラ金魚、そいつを集めてくるか。新たな目標が。よし、集めるぞ。能力の上昇率を開示します。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。我の見せ場だな。そら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 。そら、少し遊んでやろう。これを受けるがいい。アクセルテンベルト。ちょっとやりすぎたか。どうだ我が盟友よ。コク、強敵を発見しました。少し遊んでやろう。これを受けるがいい。アクセルテン、あがいてみせよ。ちょっとやりすぎたか。どうだ我が盟友よ。胸が高鳴るぞ。面白いものを見つけたぞ。ふん。胸が高鳴る。そーら、面白いもの。ふん。面白いものを見つけたぞ。そーら、コク、接敵を確認しました。我の見せ場だな。そら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 。少し遊んでやろう。これを受けるがいい。アクセルテンベルト、絶好調だぞ。ちょっとやりすぎたか。どうだ我が盟友よ。胸が高鳴る。ふん。面白いもの。そーら。ふん。そーら。
面白いものを見つけたぞ。コク、戻って漫画でも読むか。これで一通り必要なものは揃ったな。リグルド、お前にはいろいろ任せたいが。何なりとお申し付けください。リムル、二人して何を企んでおるのだ。ベルドラか。今から金魚すくいを作ろうとしているところだ。金魚すくい、聞いたことがあるような。ああ、そっか。ベルドラは漫画で読んだことあるかもな。いいか、金魚すくいってのはな。それならば漫画に載っておったわ。では、魚がたくさん必要であるな。まあ、そうだな。我も協力してやろう。期待して待っているがいい。おい言ってしまった。まあいいか。リグルド、続きの作業を進めよう。急がないとな。はい、リムル様。またも祭りは盛り上がった。ベルトラはたくさん魚を用意してくれたらしい。ハクロウは魚の解体ショーをやっていたが、一番衝撃だったのは、何事だ。リムル様、大変でございます。リグルド、何の騒ぎだこれは。それがベルドラ様が金魚すくいのためにかなり獰猛な魚を捕獲したみたいで、金魚すくいはもうめちゃくちゃになっております。あのバカ、何か問題を起こさないと気が済まないのか。こうしてベルドラに祭りで何かを任せるのはやめておこうと、俺は固く心に誓うのだった。よし、目標達成。コク、リムル様。リムル様、リムルの旦那、いいところに。少し話があるんだが、いいかい。怪人から俺に用があるなんて珍しいな。なんだ。ああ、そのベスターのことなんだ。ベスター？ベスターに何かあったのか。あの野郎、根詰めすぎてどれだけ言っても休みやしね。そういえばあいつずっと洞窟にこもって研究しているな。そうなんだ。リムルの旦那から少し息抜きでもするよう言ってくれねえか。そうか、わかった。とにかくベスターと話してみるよ。すまねえ、リムルの旦那が言えばさすがに耳を傾けるだろう。いいってことよ。それにしても俺に言いに来るってことは相当心配してたんだな。な、そんなんじゃねえって。からかわないでくれよ。おじさんのツンデレは正直見たくない。とにかく早急に何とかしてみるよ。どうするか。飯にでも連れて行くのが無難かな。でもワイワイ飯を食うってのもなんかイメージと違うよな。そういえば静かに飲めるような場所ってここにはないんじゃないか。そうだ、バーを作ろう。大人の雰囲気を醸し出すバーを。玉ボタルを使うか。コンセプトは静かに飲みたい夜にだ。目標が発生しました。よし、集めるぞ。
能力の上昇率を開示します。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。我の見せ場だな。そら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 。そら、ふん、我の見せ場だな。気を抜くな。ふん。どうだ我が盟友よ。胸が高鳴るぞ。面白いものを見つけたぞ。胸が高鳴る。ふん。面白いものを見つけたぞ。面白いものを見つけた。そら、コク、接敵を確認しました。少し遊んでやろう。キャッハッハ、これを受けるがいい。アクセルテンベルト。ちょっとやりすぎたか。どうだ我が盟友よ。コク、強敵を発見しました。どうだどうだ。遅いわ。危なく。そうだ、退屈。そうだ、どうだ。ふん、どうだ。そうだ、耐えてみろ。ふん、耐えてみ。ふん、どうだ。そうだ、耐えてみ。ふん、耐えてみろ。そうだ、どうだ。ふん、耐えてみろ。くっはっはっは、どうだ我が盟友よ。胸が高鳴るぞ。面白いもの。ふん、そうだ。面白いものを見つけたぞ。ふん。コク、強敵を発見しました。戦術的撤退だ。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。楽しませよ。改善の余地ありね。よし、完璧だな。よしよし、これで素材は集まったな。バーを立てるぞ。気合い入れていくか。コク、建築を実行しますか。建築を実行しますか。よくやった。
これでベスターをもてなす準備は OK。 ベスターってやっぱり今も仕事をしてるのか。リムル様、はい、ちょうど今の研究が軌道に乗ってきまして。それはいいんだが、今日は少し手を止めて俺と飲みに行かないか。飲みにですか。しかし頼む、いい店も用意してあるんだ。わかりました。リムル様がそこまでおっしゃるなら喜んで。ありがとう。それじゃあ場所は教える。夜に待ち合わせと行こう。かしこまりました。今日はありがとうございました。このような静かな店があったのですね。ああ、気に入ってくれたか。はい、私はどうも賑やかなのは苦手でして。それはよかった。お酒の席ではお伺いしませんでしたが、今日はどうされましたか。え、どういうことだ。いえ、どうも誘い方がその強引でしたので、何かあったのかと。ああ、やっぱりおかしかったか。実はカイジンがお前は根を詰めすぎだって、どうにかならないか俺に相談してきてさ。なるほど、カイジン殿が。それは心配をかけてしまいました。まあ真面目なのは助かるけど、少しは休んでほしいんだよ。肝に銘じておきます。申し訳ない。まあまあ、純粋にお前と飲みたいってのもあったんだ。少々飲みすぎましたが、いい気分転換になりました。俺も楽しかったよ。今日は付き合ってくれてありがとな。何をおっしゃいますか。こちらこそ本当にありがとうございます。カイジン殿にもお礼を言わねば。それじゃあ気をつけて帰れよ。リムル様。ん？近頃この町の発展に貢献できることが嬉しくて、少し引きこもりすぎていた自覚はあります。しかしガゼル王にこの国での再起の機会を与えられ、リムル様に研究者としての地位を与えられた。研究好きな私にとって今の生活は非常に充実したものになっています。つまり。ああ、お前の感謝は伝わってるよ。俺もお前に期待してる。これからもこき使わせてもらうからさ、よろしく頼むよベスター。お任せください。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。リムル様、リムル様、リムルさん。よ、剣術修行か。リムル様。ええ、たった今終わったところです。そうか、みんな頑張ってるようで何よりだよ。ちょうど今から汗を流しに温泉へ行くところです。リムル様もどうですかな。ああ、俺は遠慮しとくよ。それにしても白露と温泉か、なんかすごい和を感じるな。ただでさえ白露は茶室にいるイメージだ。ん？茶室？そういえばこっちに茶室って文化は存在しないのか。茶室？お茶を飲むための部屋だ。客人に茶を出してもてなす時に使う。静かな空間でお茶を立てて誰かに飲んでもらうのさ。確かに以前そのようなものがあると聞いたことがございます。しかしそのような文化があれば、精神統一、礼儀作法など様々な利点がありそうですな。誠に興味深い。そうだ、普段の礼も兼ねて立派な茶室を建ててやるよ。お心遣い感謝しますぞ。
となれば相当な素材が必要だな。順番に集めるとするか。コク、新たな目標が発生。よし、集めるぞ。能力の上昇率を開示します。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。ソーラ、まだまだ。耐えてみる、ソーラ。耐えてみる、ソーラ。どうだ、我が盟友よ。胸が高鳴るぞ。面白いものを見つけたぞ。面白いものを見つけたぞ。ふん。胸が高鳴るぞ。コク、接敵を確認しました。ふん、あがいて我の見せ場だな。そら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 。くあっはっはっは。くあっはっは。どうだ、我が盟友よ。面白いものを見つけたぞ。面白いものを見つけたぞ。ソーラ、コク、戻って漫画でも読むか。これだけあれば茶室を作る材料は十分かな。それにしても俺、茶室って入ったことないし、いまいち具体的な想像ができないんだよな。この際、この町仕様の茶室ということで白狼の意見を取り入れてしまおう。よし、白狼に希望を聞きに行くか。白狼、茶室の件なんだが、何か希望はないか。こうしてほしいとか。本来の茶室を見たことがないのでお答えしかねますが。そりゃそうだよな。けど白狼の希望を取り入れたいんだ。わしとしては修行の用途で使えるならばありがたいですな。それって精神統一や礼儀作法だったな。いい、あとは簡素さでしょうか。我が人生も長いものですが、その本質は実に単純なものでした。躍動も苦悩もありつつ赤然と、そんな空間でお茶を飲んでみたいものです。OK、 その辺を意識してできる限り理想の茶室を建てるよ。茶室ができたらまた声をかける。楽しみにしててくれ。コク、新たな目標が発生。気合い入れていくか。コク、建築を実行します。頼んだぞ。よくやった。まさにイメージ通りだよ。以前話した茶室が完成したぞ。ぜひ使ってみてくれ。なんとありがたい。では早速使わせていただきますぞ。どうしたんだ。ひどく疲れているようだけど。どうしたもこうしたもないっすよ。師匠が最近厳しすぎるっす。白狼が？どうしてだ。それはオイラが聞きたいっす。朝から修行前に変な部屋に呼ばれて。
お茶を飲んでは。お前たちは礼儀がなっとらんって。さらに厳しい修行を課せられるようになったんすよ。ああ、リムル様、何か知ってるっすか？いや、それはきっとゴブタを思ってだな。オイラだけじゃないっす。みんな厳しいって言ってるっすよ。そうか。精神統一、礼儀作法って言ってたもんな。まさか茶室を作ったことでこんなことになるなんて。みんな、すまん。ここはしごかれてくれ。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。Thanks for joining me on this epic gaming journey. Remember to smash that like button, subscribe for more awesome content, and I'll catch you all in the next adventure.